アンディ・ラボーはフランスの作曲家、音楽教育者。チェロ教師の父と声楽家の母を持ち、他の一族も早々たる顔ぶれの音楽家であった。パリ音楽院で学理をアンドレ・ジェダルジュに作曲をジュール・マスネに指示。1920年にフォーレ優隊後のパリ音楽院院長に就任。サン・サンスの流れを組む保守的な作曲家で、 モダニズムは敵なりというモットーを掲げていたことで知られる。指揮者としても名を残し、パリオペラ座やボストン交響楽団で活躍した。創造的な音楽家としては、ホーレの四手のためのピアノ組曲、ドリーを還元楽用に編曲したことで名を残しているに、杉内がワーグナーやリストの家政法を取り入れた、いくつかの繊細な交響詩は、美しさゆえに再評価されてよい。 他に16世紀イングランドのバージナル学派の作品に基づく還元学のためのイングランド組曲やロシア民謡によるディベルティメントといった古い時代や異国の主題による編曲や変奏曲がある。オペラ、マルーフ、カイロの靴やマルフ、サベーティア・ジュケアは当時流行のオリエンタリズムに便乗し一時的に成功した作品であるが 同時代のより進歩的な作品に比べると、明らかに発想は安易で、表現は悲壮である。アイルランドの詩人ジョン・ミリントン・シングの儀曲、海に切りゆく人々ライダーズ・ツー・ザ・シーや、1925年の映画、騎士、ジュア・リー・エ・チェックスに、付随音楽を提供した。ありがとうございます。